バッタ長生き選手権結果発表。密かに続いておりましたバッタ長生き選手権ですけども、とうとう決着がつきました。最後にね、コロギスと草切りが残っておりましたけど、最終的に生き残ったのはさっきりでした。見づらい見づらい。はい、最後まで生き残ったのは草切りでした。コロギスはね、昨日お亡くなりになってしまいました。最後まで生き残ったのはこの草切りでしたね。まあね、幼少の頃もね、秋の終わり、もう冬の始まり頃まで見かけた記憶があったんで、うん、こいつかな、こいつが生き残るのかなと思ったけど、うん、その通りでしたね。草切りメスが最終的に生き残りました。うん、かなり元気なんでね、こいつも年を越してほしいというか、クリスマスぐらいまで生きてほしいんですけど、どうでしょうね。コロギスもかなり元気でしたけどね、いきなり死んじゃったんで、こいつもどうなるか分かりませんけども、はい、バッタ長生き選手権は草切りが優勝でした。そして夏の虫というか秋の虫もね、どんどん死んじゃって、スズメバチも、ヒメスズメバチですけどね、オスですけども、オスが2匹、小型スズメバチのオス、これもオスですけども1匹、スズメバチもこの3匹になってしまいました。寂しいもんですね。虫シリーズは今シーズンは終わりですかね。そろそろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。できれば高評価もお願いします。それではまた。